ゼネラルエレクトリック LM2500 は、主に船舶の推進エンジンや発電等の多様な産業用として使用される、ゼネラルエレクトリック社のターボシャフト、ガスタービンエンジンである。船舶用、ガスタービンエンジンの中でも最も販売数の多いものであり、もともとは航空機用のゼネラルエレクトリック CF6 から6、ターボファンエンジンから船舶用へ再設計された派生品である。 最新版の LM2500 では33600軸馬力が取り出せ、ISO 条件下では37%の熱効率が得られる。本機はアメリカ海軍の軍艦や水中翼船、ホバークラフト、高速フェリーやその他の国の軍艦などの様々な用途、国籍において使用されている。LM2500、LM2500 はコダグまたは コドック推進システムのタービン部分、またはコガーグシステムの2台1組の動力機関としてこのクラスでは最も標準的なものとなっている。2004年には29カ国以上の世界中の海軍で1000台以上の LM2500 ガスタービンが使用されていた。日本では石川島張間重工業株式会社によって、イタリアではアビオ SPA によって、また 韓国では、ハンファテックウィンによって、ライセンス生産されている。海上自衛隊では、混合型から、近年の主要な護衛艦に搭載されている。インガルス造船所での造船過程で、重量物クレーンで、バンカーヒルの船体内に下ろされる、主水進モジュール。このモジュールは、2台の GELM2500、ガスタービンエンジンと1組のウエスチングハウス製の原則ギアより構成される。 軍用の LM2500 の多くの設置では、標準的な40フィートの海上コンテナ、幅8フィート、高さ8フィート6インチと同じ寸法の鉄製コンテナ内にエンジンが収められている。コンテナ化された LM2500 は、吸気ダクトが適切な形状となっている限り、容易に搭載管から取り外せるように設計されているようである。LM2500 は、 LM2500 の発電型であり、4200軸張り機または発電機と組み合わせれば28.6メガワットほどの電力が得られる。当時世界で最も大きな大西洋クルーズ船であるクイーンメリー2号では、このタービン発電機2組が煙突に近い上部構造物内に設置され、船の4台あるディーゼル発電機の補助発電機となっており、管内の電力不足。 または、メインの発電機が故障した際には、追加の電力供給を担っていた。LM2500 ファミリーの中の最新開発のものは、ゼネラルエレクトリック LMS100 である。LMS100 は、部分負荷でも効率が高く、出力を50%に下げた時でも40%の熱効率を実現する。従来と同様の保守コストで、サイクル寿命が長く、10分で始動から、 最大出力が可能であり、気温上昇による出力低下の割合が小さい。高効率、高信頼性、高い負荷追従能力、低量排出など、他の80から160メガワット級のガスタービンでは、得られない、最高の価値を提供すると謳われている。ゼネラルエレクトリックは、ゼネラルエレクトリック LM6000 という、さらに大きなエンジンを提供している。LM6000 は、 最新型の LM2500 と同様の形態で最大出力が2倍となっている。LM2500 はアメリカ海軍においてスプルーアンス級駆逐艦とそれに関連して1970年から建造されたキット級ミサイル駆逐艦に初めて使用された。この形態で21500軸馬力に向上された。同じ形態で続いて1980年代に オリバー・ハザード・ペリー級、ミサイルフリゲートとタイコンデロガ級、ミサイル巡洋艦で使用された。また、中華人民共和国の旅小型駆逐艦の一番艦に使用され二番艦にも使用する予定だったが、天安門事件の影響で、西側諸国との関係が悪化したため二番艦の使用は見送られた。LM2500 は、1980年代に、 計画され1990年代初頭には、収益していたアーレーバーク級ミサイル駆逐艦とサプライ級高速戦闘支援艦で26,500、軸張り機へ向上された。2010年以降の最新世代では2万8,000、SHP 以上と向上されている。アメリカ海軍アメリカ沿岸警備隊、キュナードラインイスラエル海軍イタリア海軍、 インド海軍、オーストラリア海軍、オーストラリア海軍、ニュージーランド海軍、海上自衛隊、カナダ海軍、スペイン海軍、大韓民国海軍、タイ海軍、中国人民、海放軍海軍、台湾海軍、ドイツ海軍、トルコ海軍、ノルウェー海軍、ブラジル海軍、フランス海軍、イタリア海軍、南アフリカ海軍。ありがとうございます。